マテリアがある。これあれだな、猫を追って行った時の空間だ。中堅スタンプの使い始まり始まり、バウワウバウワウ、僕の名前はスタンプ、今日は隊長の命令。これなんだ、体制。ちょっとマテリアの調整もしながらメインやるか。じゃあ中堅スタンプのお使い、お金がぼちぼち溜まってるはずだから、あーでもどうなんだろうな、装備品買おうかなって思ったけど、装備品って大抵ゲーム進めたら道中に転がってるんだよな。いいか。そうだ、ブーツ。とりあえずこれ進めちゃうと、この辺のエクストラができなくなりますとか言われたら、コンドルフォートを先にやっちゃおう。準備は万端？じゃあ行こっか。私についてきて。ナヨ、どこ行くんだ？ ID の受け取り。あなたたちの身分証明書ね。じいちゃんも ID を受け取るって言ってたけど、それは別の ID ね。この町で生きるにはいくつもの ID が必要なの。神羅の神羅による神羅のための町だから。神羅横暴。ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。いやあ数々の偽装 ID たちね。ユフィ、スラムの感想は？人が多い、イラッとする。あと匂いが独特。匂いは確かにね。でもすぐに慣れたな。人の多さもすぐ慣れる。この町の包容力はすごいから。え？気になる言い方。ナヨ、ミートガルが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ？私たちの敵は神羅カンパニー。ウの州と一致してるのはその点だけかも。でもさ、ニュースで見たよ。マコーロが爆発したって。あれって事故じゃないよね。アバランチがやったんだ。ごめん。どうしたの？あれ、ブンパの連中。ブンパって？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ。派手に決めたな。これで5番マコーロも。あれ、クラウド？はぐれちまった。おいおい。クラウド、大丈夫だよね？決まってんだろ。あれぐらいのピンチ、のんのく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。おっと、気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネオが手下を使ってあんたを探してるらしい。え？コルネオが？こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。ティファ、俺たちはこの後も走り続けるだろう。そのためにも今は休んでくれ。うん。私やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコールは彼らの仕事よ。もう挨拶しとく？いや、やめておこう。
あの連中、もうシンラにマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。へえ、そういうことね。この場面でバレットたち見てるんだ、ユフィ。で、クラウドはじゃあ今エアリスと行動してて、で、ティファーはじゃあこのタイミングでコルネオに探りをかけようと決めていましたという話の補完だ。これ入ろうとしたら、アイフィラー。ガチで戦うつもりなの。いわゆる武道路線。いいじゃん。ナルたちは違うの？私たちの目的はシンラカンパニーからミッドガルを解放すること。だからたとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。町を壊すのは違うと信じてる。ウータイもやられたよ。だからこのままじゃ終われない。それは知ってる。君たちはよく我々を受け入れたね。この協力体制は未来への架け橋になる。そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる。そういう判断じゃないのかな。この話後にしない？じっくり話して理解し合おうよ。うん、後にしよう。あとあと、ちょっとベンチで回復しよう。そう、シンラとウータイの戦争はクライシスコアで終結しております。ねえ、究極マテリアってどんなもの？シンラから盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。くっ、楽しみ。補足すると、我々がシンラの拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、シンラにとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩。そうそう。ウータイ残党派だけどね。あれ、見ろ。なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。あなたが持つ美貌で稼いでみませんか。あ、しおり。ほら、ストールすんな。子供はあっち向いてて。はい、お見合さえでねって。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し？あなたは何？推薦人？あった、話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの？話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに私だってビューティーだ。はっ、まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り、子供扱いはおしまいだ。こいつらクラウドとも戦ったじゃん。絶対強くないと思う。ソノンもショートカットキーに割り振れるかな。これね、強いのはつむじ風。全体攻撃としては優秀すぎる。楽勝。意外と頑張るな。この鍵を舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しました。本当か？こう、こう、そんでもってこうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。
俺、妥協しすぎだったわ。行くぞ。アメユ。さっきの何だったの？ドン・コルネオの手下よ。甘い言葉で女の子を騙してウォールマーケットのお屋敷に連れて行くの。コルネオの屋敷を見たよ。悪趣味なのは建物だけじゃないんだな。あろ？ソノン、詳しい。敵情視察の一環だよ。ウォールマーケットはこの後行けんのかな。あれ、余分にパワーリストなんてあった。あ、これユフィの装備か。これは？え、組み合わせる？ああ、なるほど。アクセサリーと組み合わせるんだ。じゃあ持ってても意味ないか。今んとこ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの？さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど、分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの？魔鋼中毒、ソルジャーのなり損ない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また神羅か。神羅め。神羅にクレームを入れるなら、これが必要かもな。上への越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて。おいしいよ。固っ。みんな軟弱だね。じゃあアジトへ戻ってジージを待とう。ID が揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、マコーロが爆破されて街の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。意外とちゃんとしてる ID だ。あれでしょ、分派の方に行ってしまった偽造に長けたアバランチメンバーってジェシーのことだよね、おそらく。魔鋼中毒ね。絆の組紐。へえ、連携で消費する ATB が減少する。どっちか一人につけとけばいいでしょう。じゃあその2。よし、壊しちゃうんだ。体力はまあ座っとくか。アジトに戻る。あら、何かな。予定変更、支柱の下で待つ。急がれたし、ジージェ。予定変更？支柱とは？スラムの屋根を支える大きな柱。案内するね。急がれたしか。嫌な予感がするな。ちょうどいいよ。ここまでゆっくりしすぎ。やっぱりユフィはせっかちなの？そう。ウータイには珍しいタイプだね。おお、それかっこいい。もうすぐだよ。支柱はまだ壊れてないもんな。そりゃそうか。あ、ジージェだ。ああ、ちょっと待って。おお、
おいお前聞いてるのか。おい、うん、あ、モグリ、うん、待て、追いかけよう。ジージェのこと頼んでいい？私は戻ってみんなに知らせなくちゃ。あっちだ先輩。町を離れる前に準備した。え、町を離れる？あ、そっか、もう ID 手に入れたもんな。いいね、しつこいレディは。コンドルフォートやろうぜ。コンドルフォート終わらしちゃおうと。ああ、意外とちゃんとしてるな、デッキが。あ、待った。編成雲。あ、そうだ、新しいユニットボードがあるんだ。よく見たらあれだ、ATB の数に比例して、溜まる速度が遅いとかじゃなくて、ちゃんと素早さも一緒に含まれていて、で、一つあたりの ATB ゲージの枠が狭まってるから、こっちの方が溜まるスピード速いんだ。いい装備、いいデッキ持ってるじゃん、ローチェ。どうしようかな。ただこっちはユニットを7名まで配置できるのか。よし、これでいこう。多分この辺りから強くなると思うんだよな。でローチェすでに持ってる ATB ゲージも随分多いな。待って、こいつ飛んでる。やらかした。攻撃当たるか。こいつに代わりに攻撃してもらおうと思ったんだけど、ガン虫決めてる。あ、いいや、攻め入ってるからいいか。あー、やばいやばい。鎮圧兵配置。飛んでる敵のアタッカーにはしゃあない。鳥になんとかしてもらおう。なんとかできる？結構苦戦してるな。ナイス。これ ATB 溜まったらなんかミサイルアイコンみたいのがあるぞ。ちょっとよくわかんないや。いや、上級の戦闘兵を配備しよう。鎮圧兵。とりあえずこれは今勝っている状況ということでいいのかな。ちょっと魔法ぶちかまそう。で、強めの仲間配置。ゴーゴー。おっと、強めのディフェンダーが来たから配置。いい感じだよ。まあそんなにきつくもないな。こいつは空中兵だ。順調順調。アタッカー空中兵。空中ディフェンダー的なやつはいないんだよね。あ、相手がマテリア使ってるな。いや、戦闘員配置しちゃおう。いいよ。いや、意外と順調。上級警備兵配置。今手前に来てる敵いないよね。あ、敵が魔法使ってるだけか。魔法を直接取り手与えてくるのはうざいな。
私？感じさせてもらったよ、君の熱いパッション。こうして本気でぶつかり合ったのだから、私たちはもう親友だ。次は2人でツーリングに行こう。約束だぞ、マイフレンド。ツーリング？ユフィが？あとは機嫌の悪かったジェシーともできるはず。で、コイン溜まってるけど、今在庫なかったよね、買えるもの。チェックしとくか。おやおや、お嬢さん、またお会いしましょう。あ、増えてる。あ、今コイン8枚もあんのか。買えるだけ買っちゃう。あ、ヘイストある、このスピードボード大切。あ、まあとりあえず全部買っちゃうけど。あ、やべえ、コイン足りなかった。コンドルコインが手に入ったら、ジェシーに勝ち合いで、サブのコンドルチャンプはまあ保留しといて、先に周辺人物ぶっ倒しちゃう。ランク3の敵とか現れんのかな。わあ、いいデッキ持ってんね。で、スピードボードってのを使ってみよう。スピードボード全員アタッカーなんだが、とりあえずディフェンダーは1人でいい。で、アタッカーを多めにして、あと2人を、こいつ強そうだな、強そうだけどちょっとやめとこう。 これでいこう。ちょっとコスト高いかな。まあいいでしょう。ディフェンダーわー早い。ディフェンダーアタッカー配置だからこうで、ATB 溜まってくれ。あ、待って、早い。相手配置が早い。ちょっと ATB 溜まるの待たないとな。はい、こいつらを崩さんと。まず結構ダメージ与えられたよ、友軍の鳥。ダメだよ、ダメージ与えていかないと。ゴーゴーゴー。ディフェンダーが増えましたと。特殊戦闘員ゴーで、ヘイスト。敵のシューターが来たから、ケビヘ配置。ここにユニットを全集中。はい、あ、ユニットを固めて戦う分には強力だな。あとはヘイストを何回でも使う。あー、めっちゃ攻撃強い。 ATB 痛めよ。ディフェンダーだから上級警備兵。あ、間違ったな。特殊戦闘員だった。ここに配置すべきなのは、あ、やったわ。あ、なんだ、3体全部倒さないといけないと思ってたんだけど、中央のやつ倒せばいいのか。ちゃった。
気は済んだ。じゃあほら、行った行った。ますます機嫌悪くなったね。ごめんね。くぬー。勝利。あー、ランク3へ。予想だけどさ、チャドリーじゃね？違うのか。え？あ、ウェッジ？ウェッジレベル3なのか。へえ。え、でもチャドリーのとこにもコンドルフォートは置いてあったよな。ポイント溜まったからユニット買おう。